アマルベ橋梁は、兵庫県三方郡上町霞区アマルベ、西日本領格鉄道山陰本線鎧駅、アマルベ機関にある橋梁である。アマルベ橋梁は2台存在し、初代の旧橋梁は、厚生トレッスする橋で、アマルベ鉄橋の通称でも知られ、1912年3月1日に開通し、2010年7月16日夜に運用を終了した。 二代目の元橋梁は、エクストラドーズド PC 橋で、2007年3月からの、掛け替え工事を経て、2010年8月12日に、橋梁が始まった。新、旧梁時代ともに、橋梁下には、長谷川と国道178号が通じている。新旧掛け替え工事中から、ライブカメラが設置されており、新旧両橋梁工事の様子や、列車通過の状況、 アマルベ地区の季節感がわかるようになっている。最寄駅であるアマルベ駅の裏山には展望所が設けられており、同駅ホームより小高い位置で、日本海を背景にアマルベ橋梁が一望可能なスポットであり、撮影ポイントとしても定番化していた。展望所は橋梁の掛け替え工事に伴って2008年4月11日以降一時閉鎖されていたが、 橋梁切り替え時期から橋梁再開を望む声が多く寄せられ、上町の定例議会で提案が2010年9月に可決され、補修工事後2010年11月3日に橋梁が再開された。JR 西日本による正式名称は、旧橋梁、現橋梁ともに地名と同じ、アマルベを使用したアマルベ橋梁である。常用漢字に含まれない量については、 ひらがな書き、漢字書きの双方が混在している。余まるべ橋梁の書き方は、鉄道の原業機関において、広く使われている表記で、鉄道建造物台帳に記載されており、旧橋梁の橋桁にも記載されていた。一方、余まるべ橋梁の書き方も、構造物設計事務所の作成する、橋梁設計図面などで見られる。第二次世界大戦前は、政治体の、 あまりを使用した、アマルベ橋梁表記が一貫して用いられていた。旧橋梁の別称、愛称は前述のように、アマルベ鉄橋で、これは古くから地元で使われており、使用される範囲も地元の観光パンフレットのほか、大半の地図でも記されるなど広範囲にわたって使用された。かつては、アマルベ立橋や、アマルベ高架橋の表記、古称も使用されていた。 新橋梁の別称、愛称は、正式名称に沿い便宜的に、新を入れた形で、新甘部橋梁、甘部新橋梁、甘る新橋、あるいは一部の鉄道ファンにて、甘部鉄橋などが混在して使用されている。また、地元向けの愛称を地区住民を対象に募集中で、安価で揃うのを待って、愛称を決める予定となっている。隣接する駅、甘る駅は、 地名の読みと同じ、アマルベであるが、同じ兵庫県内に姫新線のアマルベ駅があるため、それと区別するため漢字を変更し、アマルベ駅の表記にしたものである。前述の要因から表記の揺れがあり、戦前にも用いられた過去があって、駅名と同じ文字を用いた、表記のアマルベ橋梁や別称、愛称と組み合わせたアマルベ鉄橋も、 戦後から現在に至るまで一部で使用されている。余部橋梁の建設は、当時日本の国有鉄道網を管轄していた鉄道員が、日露戦争後に、山陰本線の東側の区間を全通させるために、未開通のまま残されていた和田山駅与那子駅間を建設する際に実施された。和田山川から建設を進めた山陰東線と、 ヨナ子川から建設を進めた山陰再選があり、余部橋梁を含む山陰再選霞駅、浜坂駅間の開通によって両社が、つながり京都からヨナ子、その先の出雲いまいちまでが開通することになった。最後の区間となった霞浜坂間は、山が海に迫る地形で、海岸沿いに線路を通すことは、不可能であった。 この区間に、どのように線路を建設するかは関係した技師の間でも論争があり、米子出張所長の石丸茂美は、現行の案を主張し、福知山出張所長の最上み慶二と、橋梁技術者の古川誠一は内陸に迂回する案を主張した。石丸の案は、内陸案では、その当時の土木技術では、難しい長大トンネルが必要になることを避けて、かつ、 最短経路を選択したもので、一方最上らの案は、建設に困難が予想され、さらに建設後も海からの潮風で、保守作業が困難となることが予想される、長大撤去を回避しようとするものであった。これに対して上層部の判断により、石丸の主張する案を採用することになった。霞駅の標高は7.0メートル、浜坂駅の標高は7.3メートルとほぼ、 同じ高さにあるが、その間で山を越えなければならない。長大トンネルを避けるためには、できるだけ山に登って、標高の高いところに短いトンネルを掘って抜ける必要がある。この付近では、河川の多くが南側から北の日本海へ向かって流れているので、これらの川筋に沿って山に登ることはできなかった。しかし、桃館峠では、 東側に西川が流れ出して、余部で海に注ぎ、西側にクト川が流れ出して、浜坂で海に注いでいた。そこで、これらの川筋を利用して、桃館峠のできるだけ高い位置に登って、峠の下の標高約80メートルの地点に、桃館トンネルを建設することが考えられた。霞からは、最急12.5%の勾配で登っていき、 標高39.5メートルの位置に、鎧駅がある。そこからは、短いトンネルを連続して通り、余部橋梁を通って、余部駅が標高43.9メートルの位置に、ある。そこからは15.2パーミルのきつい勾配を登って、行って、標高約80メートルの地点で、桃館トンネルに入る。桃館トンネル内から、 九谷駅までは15.2パーミルでおり、標高51.9メートルの九谷駅を過ぎると13パーミルの下り勾配になり、浜坂が近づいてくるところで平坦となる。このように、霞と浜坂の両方から、桃関峠を頂点として登っていく線形を採用したため、その途中の余るべに、長谷川が形成する300メートル余りの長く深い、 谷間があったとしても回避するわけにはいかず、この谷間を越えて、どうしても線路を通す必要性が生じた。方法として、橋梁を建設する案と築堤を建設する案が検討され、橋梁の建設費が約32万円と見積もられたのに対して、築堤の建設費は約70万円と見積もられた上に築堤を 建設すると、アマル部の集落全体が埋没してしまうことになることから、最終的に、橋梁建設案が選定された。旧橋梁は1909年12月16日、着工、1912年1月13日に、完成し、同年3月1日に開通した。全長310.59メートル。 下を流れる長谷川の川床からレール面までの高さ41.45メートル、走行費331,536円。11機の橋脚、23連の橋桁を持つ構成、トレスする橋である。23連となるのは、各橋脚上に30フィート桁、各橋脚間に60フィート桁がそれぞれ、仮設されているためである。土木学会による、 技術評価では近代土木遺産の A ランクに指定されていた。その独特な構造と鮮やかな朱色がもたらす風景は鉄道ファンのみならず山陰地方を訪れる観光客にも人気があった。その一方、直近の地元住民は多くの落下物や騒音に悩まされてきた事例もあり、急遽量による負の一面も存在していた。 2010年7月16日午後9時50分ごろ、浜風5号の通過をもって、営業運行を終了し、同日深夜に行われた、同列車上り返却改装をもって、車両運用をすべて終了した。翌7月17日から、区間運休し、急橋梁の解体撤去作業が開始され、新旧切り替え工事が8月11日まで行われ、 2010年8月12日から新橋梁の供用が始まった。鉄道用の鉄骨造鉄橋の対応年数は、原価焼却資産の対応年数等に関する、省令によれば40年とされているが、旧橋梁はそれを上回って、長期間対応する結果を残した。鉄橋には特に厳しい地形や環境であったことから、 地道な保守作業や適切な維持管理が継続されたこと、鉄橋構成各部位の精度が高く建設当時から、晩年に至るまで狂いが生じていなかったこと、財政的負担などの事情もあり、結果的に完成から98年という長期にわたる運用実績を残した。完成当時は、東洋一のトレッスル橋と歌われていたが、実際には、 ミャンマー北東部で1901年に建設された鉱材トレッスル橋ゴッティ鉄橋ゴークティック102メートルがすでに存在していた。しかし、日本国内では運用終了時まで最長のトレッスル橋であった。一部橋脚、橋桁は保存され、展望台に整備されて活用されている。解体撤去で発生した鉱材は歴史ある貴重な研究材料として、 関西地方を中心とした数高の大学や鉄道総合技術研究所に提供され、金属やサビなどの研究用途に利用された。また地元からのアマルベ駅にアマルベ鉄橋の記念になるものが欲しいとの要望に応えた JR 西日本により、同駅のホームに元橋脚の一部鋼材を使用したベンチが置かれている。橋梁建設案の選定後に橋梁形式が検討され、 両側を築定にして、間を、トラス橋で結ぶ、案、全体をトラス橋にする案、プレスド、くぬぎ川橋にする案、カンティレバー式橋梁にする案、くぬぎ川橋にする案、トレッスル橋にする案などが比較されて、トレッスル橋が選定された。トレッスル橋案選定後にも米子出長所の岡村、新三郎義手が、海に近い余部に、 構成の橋を架けるとのちの地腐食対策で、保守経費がかさむことを懸念して、日本国外の橋梁を勉強したり、母校の京都大学土木工学科教授に相談した。結果、鉄筋コンクリート製のアーチ橋を建設することを、上進した。この案は60フィート間隔で橋脚を建設して、その上にアーチ橋を仮設するものであった。概算工事費は、 兄弟教授により46から47万円と、出たが、人件費、保守経費なども含めた総額で考えると、最終的には、アーチ橋が一番安くなると試算されたことから、岡村はこの案を主張した。しかし、鉄道院建設部技術課長となっていた、石丸茂美からは、 役人は新しいことをやるものではないと悟され、岡村は納得できなかったが反対することもできず、さらに鉄筋コンクリート製の橋梁の建設経験が、日本国内ではもとより、まだ世界的にも少ない時代であったことと、すでに構成橋梁の材料を発注済みであったことから、この案は却下された。こうして、建設費が安くかつ早く建設することのできる構成、 トレスする橋梁案を採用する計画を進めることになったが、当時の日本では、高架橋式の経験に乏しく調査、検討の余地があるとして、最終的な判断は設計担当の古川、正一による日本国外出張の終了後となった。口述のように、結果的に保守作業が頻繁に行われた要因から、構成トレスする橋案を採用したことについて、 後年の考察において意見が分かれている。批判的な意見の例として、交通地理学者の中川浩一は、新越本線の薄い峠におけるアプト式鉄道の採用と並んで、後世に多額の保守経費を発生させたと2000年代に見解を示し、同類の意見は、川上幸吉の新日本鉄道史などでも見られる。肯定的な意見の例として、 阿弥タニ・リはその著書で、当時のコンクリートの品質は低く、コンクリート橋で作っていたら、現代まで残らなかっただろうと予想し、明治末期における路線及び、橋梁形式の選定としては大変、適切であったとの見解を示している。アマルベ橋梁付近の空中写真。海岸沿いの住宅が並ぶ谷間に架橋されている、様子がわかる。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成橋脚の鉱材の様子橋梁の設計を指名されたのは皮肉にも長大橋梁を回避するために内陸案を主張した古川聖一であった古川は当初しかに40フィートで16機の橋脚を建設する設計案を作成した 1907年7月から1年間にわたり、古川は欧米に出張し、橋梁建設が技術的に可能なことを確認し、アメリカ合衆国のフィラデルフィアで橋梁設計技師のポール・オルフェルと設計案を相談した結果、橋脚の数は16機から11機に削減、橋脚の上に30フィートの桁を、橋脚間に60フィートの桁をかける形態に変更された。 設計上のカ荷重は、クーパー E33 であった。古川が日本に帰国後、最終的に、構成トレスする協案の採用を決定した。合計11機ある橋脚は、起点の京都川から順に第1号第11号と、番号が振られている。ただし、この区間は、山陰再線の一部として建設されたことから、建設中は、 山院再選の起点与那子川から数えられており、逆順の番号を振られていた。この記事では、混乱を避けるために、一貫して、開通以後の橋脚番号で説明する。橋脚の内両端の第1号と第11号は、山の斜面にかかって、短くなっており、残りの第2号から第10号までの旧機の橋脚が、余部の平地から建てられている。基礎から、 橋脚の上端までは36.66メートルあり、この上に1.587メートルの高さのある橋桁が乗せられて、枕木やレールなどがさらに0.37メートル入っている。アマルベを流れている長谷川の川底からレール面までは41.45メートルあり、一般にアマルベ橋梁の高さとしてはこの値が知られている。 第3号橋脚と第4号橋脚の間を長谷川が流れており、第4号橋脚と第5号橋脚の間を国道178号が通っていた。橋脚の主中は幅15インチの溝傾向を背中合わせに2本配置して、その間をカバープレートと綾材で結んだ構造になっている。線路直角方向の水平材は幅10インチと8インチの溝傾向を 背中合わせに2本配置して、両材で結んでいる。線路平行方向の水平材は、3.5インチ3インチの山形港4本を、両材で連結したもので、また車材は、同じ山形港2本を、両材で連結したものとなっている。全部で23連の橋桁がかけられ、全長は310.59メートル、兄弟面間長は309.42メートルとなった。 鉱材は合計1,010 10トン使われ、総建設費は331,536円であった。余部浜への橋脚資材陸揚げ作業建設現場を視察する、後藤新平鉄道院総裁東側から見た、トレッスル、組み立て現場海側から見た、トレッスル、組み立て現場1912年1月28日。 初めての試運転列車橋梁建設にあたって、まず1909年3月から現地での地質調査が行われた。その後鉄道工業により、同年12月16日から基礎工事が行われた。基礎工事には箱枠工法が用いられ、複雑な地層と埋没していた木や石により、箱枠沈下には大きな困難が伴った。 海岸に近いこともあり、掘削すると水が噴出し、現場監督を務めた岡村信三郎は、潜水服を着て、基礎の状況を調べなければならない状況であった。5号と6号の橋脚間からは、真水が噴き出したため、井戸にして集落に供用された。最下層にはコンクリートを打ち、その上に、近くの村から切り出した石を積み上げて、橋脚の基礎構造を作った。 この石積みの基礎はその後の補強工事で、コンクリートによる巻き立てが行われた。また、第9号、第10号橋脚については沼地であったため地盤が、軟弱であり、長さ5.5メートルの松喰を手を一つあたり25本、橋脚一つあたりで100本打ち込んで、その上に、コンクリート基礎を築いている。 基礎工事には1年7ヶ月かかり、1911年6月15日に完成した。基礎工事の費用は85,124円であった。橋脚の鉱材652.496トン、およびアンカーボルト12.72トンは、アメリカ合衆国のセール・ブレーザが受け負って、アメリカンブリッジのペンコイド工場で製作された。九州の文字港に運ばれた橋脚は、 企船、弓張丸に積み替えられて、余部沖に運ばれ、1910年8月に陸揚げ、された。一つでも、部材を海に落としてしまうと再度アメリカからの取り寄せになってしまい、後期に大幅な遅れが生じてしまうことから、陸揚げ作業は慎重に行われ、無事に完了した。到着後、航海中に生じたサビを落とすなどの整備作業が、 実施された。リベットを打つための空気圧作機の整備と合わせて、実施されて、費用は834円であった。また事前に、サビから鋼材を保護するためのペイント作業が行われ、橋脚4375坪、橋桁1367坪の塗装面積に、対して、下塗り2回、組み立て後の上塗り1回の塗装を行った。 塗装の費用は13,440円であった。橋脚の組み立て作業は、鉄道院の直轄工事として行われ、下請けとして、大阪の上州屋が飛び作業を請け負った。1911年5月から、橋脚の組み立て作業が始まり、東側の第1号から順に、10月上旬までの約5ヶ月間で、組み立て作業が行われた。橋脚一機につき、 約2300本の丸太を使った足場を高さ45メートルまで組み上げて、その上でトレッスするの、リベット打ち作業が行われた。橋脚には、約49800本のリベットが使われている。足場の建設から解体まで、橋脚1機につき約40日かかり、同時に3機から5機程度の橋脚を、並行して、作業を行った。橋脚の材料費を含め、 リベット打ち作業は含めずに走行費は132,828円であった。橋桁については、ドイツのグーテ・ホフヌングス・ヒュッテ製の輸入鋼材から、石川島造船所によって製作され、1911年9月に、神戸より、工事列車により陸送された。本体が305.59トン、付属の橋川歩道33.84トン。 高欄用ガス管5.31トンであった。鎧駅の構内で約17,200本のリベットを打って、組み立てが行われた。リベット打ちの費用は、橋脚のものと合わせて12,922円であった。10月下旬、11月下旬、12月下旬の3回に分けて、カンチレバー工法で橋桁の仮設が行われた。橋脚間にも、 仮設の足場を設けて、足場の間にレールを渡し、これが橋桁の重量を支える形で仮設作業を行った。橋脚上の橋桁は、橋脚最上段に仮設足場を設けて仮設作業を行った。仮設を終えた後、脇の歩行者用通路及び欄干の取り付けを行い、枕木や軌道の付設を実施した。橋桁の材料品を含めて、 総工費は8万121円であった。完成までには33万円を超える拒否と、延べ25万人を超える人員が投入された。大変危険な工事だったため、現場の工事を指揮した岡村新三郎議士には2万円もの保険がかけられていた。この危険な作業のために妊婦には高い賃金が支払われ、余部の村は佳境ブームに沸いた。佳境工事中には、 転落事故で2名が亡くなり、他に83名の負傷者が出た。また工事には、受け負い業者が連れてきた、朝鮮人の妊婦が参加していた。これは、明治32年直令352号により、中国人の日本国内での単純労働は禁止されていたのに対し、日朝修航条記により朝鮮人の単純労働は認められていたことの影響があり、 監修の違いなどの問題はあっても、食事さえたくさん与えればよく働くとして、工事業者からは重宝がられていたという。工事中の殉職者及び病没者の証拠に日が、九谷駅近くの八幡神社境内に混流されている。工事完了直前には、線路のバラスト敷設用の貨車が一掃して西側から、 橋を渡って事実上の通り始めをしてしまうという事故もあったが、すでに工事資材が片付けられ、レールの締結も終えた時期であったので、橋の東側で停車して無事であった。こうして1912年1月13日に工事が完成した。1月28日に初めての試運転列車が運転されたが、試運転がこの日に決められたのは、 かつて主言道の経験のあった、余る別名所の使用人の予言によるもので、天候の荒れがちな冬の山陰にもかかわらず、晴天の日に無事試運転を行うことができた。この試運転は、C 型タンク機関車の従連で行われ、1480系1484号と2100系2112号が、橋の上を速度を変えながら数回にわたって走行し、 桁のたわみを測定した3月1日に、京都出雲今市間の山陰本線が全通した。山陰本線が開通するまで、山陰方面へは、舞鶴と堺を結ぶ、鉄道連絡線が運行されており、最初にこの航路を開設した半角鉄道から、国有化に伴い鉄道員が引き継いで、直営で半角丸と、第二半角丸が就航していた。しかし、 三陰本線開通に伴い、3月31日限りで、この航路は廃止となり、船は他の航路へ転属した。それまで、船舶乗り継ぎで、京都出雲今市間は24時間19分、かかっていたが、開通後は、直通列車で12時間49分に短縮され、ほぼ半減となった。また、運賃も3等で4円61銭であったのが2円84銭と、 大きく提言された。それまで遅れていた、日本海側の交通機関の整備の一大活気となり、当時の内閣総理大臣、西キ寺金持ちも、開通式に際しての祝辞で、人文と産業と、両ながら、それの面目を、改めメサニー将来の陰性期して待ち、つべきものあらんと述べている。鉄道開通以前は、山陰地方は、 境からの水運に大きく頼っていたが、山陰本線の開通とともに、鉄道への転移が進み、折からの第一次世界大戦に伴う公共もあって、地域の産業と社会に大きな影響を与えた。まず、出雲大社参りや温泉での当時などで、東京や大阪から山陰地方への訪問客が増加するようになった。地元での産業も、1913年元旦の、 鳥取県内の新聞によれば、鳥取県から輸出される貨物は、生死原料が4倍、材木が3倍、綿布が2倍、和紙が1.3倍と大きく増加した。また当時ようやく、鳥取県で導入が始まったところであった20世紀なしの生産も、栽培面積が一挙に5倍に増加し、眉の増産のための桑畑も1.5倍に増加した。 元白牛のような特産牛の生産も増加し、大都市の市場を睨んで農林水産物の商品化が進んでいった。一方で大都市に対する安価な労働力の供給源ともなり、鉄道開通後は人口の増加率が鈍るようになった。京半身で作られた商品の市場ともなっていったことから、鳥取県市では第一次産業を主体とした更新的な県としての 性格を強めることになったと記している。三方を山に囲まれ一方は、海岸から近いという厳しい地形と、陶器は季節風や吹雪が吹きつける環境であることから、完成3年後には早くも塗装作業が必要となり、5年後からは腐食した部品の交換が始められた。常時保守が必要であったため1917年から1965年まで、鉄橋。 守る、橋森、橋森港と呼称される工事講師が常駐して維持管理を行っていた。この作業は、つくろいケレンと呼ばれた。ケレンは、クリーンがなまったものではないかとされている。鉄橋森は、合計5人で、最初の2人は、橋の塗料を供給した、日本ペイントの社員が、国鉄に雇われたもので、あとの3人は、地元アマルベからの採用であった。 第8号橋脚と第9号橋脚の間、鉄橋直下にはかつて橋守が詰めて作業用具などを保管する橋守詰め所が置かれていた。また東側の東カ国トンネル入り口には見張り板所の小屋が存在していた。錆を防ぐために用いられる塗装は土質器とともに劣化し、塗膜に開いた穴から水分や塩分が侵入して鉱材を腐食するとともに、 さらに塗膜の劣化を進行させる。スクロいケレンでは、こうした塗膜の異常を早期発見し、その周辺の塗膜を、トンカチ、スクレーパー、ウェスなどの工具で取り除いた上で、塗装をやり直すことで鉱材の腐食を防止していた。しかし、第二次世界大戦中は、資材不足や混乱した状況から保守が不十分となり、老朽化が進んだ。 終戦とともに備蓄されていた錆止めペイントが一度に戦艦支給され、橋森のみならず、本区からの応援担当者も駆けつけて、どうにか橋の腐食進行を食い止めた。1950年代中盤から1970年代中盤にかけて、計3時にわたる大規模修繕長期計画が実施された。 まず1957年度から1964年度まで第一次後仮面計画が実施され線路方向水平材と複水直材の取り替え410本を実施した。1963年度からは第二次後仮面計画を実施し謝罪の山形港取り替えを行った。さらに1964年度からは 線路直角方向水平部材の取り替えも始められた。1968年度から第3次、修繕8可燃計画が開始され、水平材と車材の全交換が1976年までかけて実施された。二次部材はすべて交換され、建設当初からの部品が残されているのは、橋桁と橋脚の主刀のみとなった。この取り替えにより、それまで、 溝傾向や山形塔で構成されていた水平材と謝罪は H 傾向に変更された。また塗料の防錆効果の高いものへの切り替えが進められ、当初の油性のものから塩基性クロム酸鉛やフタル酸樹脂塗料、さらには塩化ゴム系の塗料へと進歩してきた。鉄橋盛りが置かれなくなった後も潮風が吹きつける橋脚には、 防災日処理をするため4から5年に一度の周期で塗装作業が行われてきた。鉄道塗装が受け負って1チーム20人ほどの作業班を作って春から秋にかけての時期に足場、上下移動式足場、作業用ゴンドラなどを使用して塗装作業が繰り返されてきた。こうした保守作業の結果、協力家家への検討に際して行われた健全性調査では、 最も重要な主客で断面欠損が最大で12.5%に止まり基礎の状況も良好で健全な状態であることが確認されていた。阪神・淡路大震災後の耐震基準に対してもアンカーボルトの増設で満たすことができると判断されていた。この厳しい環境を逆に利用し鉄道総合技術研究所 JR 西日本 日本鉄鋼連盟協力用鉱材研究会の共同研究で鉱材暴露試験が2003年から3年間にわたり行われ、急協力の各部にワッペン試験編が貼り付けられ経過観察された。保守経費の負担について晩年は支柱リベットが著しく腐食しているなど協力構成部品の劣化が進行しており、2006年時点において年単位で 約2300万円の修繕費が必要と、アマルベ鉄橋利活用検討会で試算されていた。1927年の北丹後地震では、アマルベ橋梁の西側の地区定区間が崩壊し、また、橋脚の一部が沈下するなどの被害を受けて、しばらくの間山陰本線が普通となった。第二次世界大戦に際しては、資材不足で保守が滞るようになったが、一方で、 山陰本線の重要地点とみなされ、敵の攻撃に対する警戒が行われた。爆撃を恐れた軍部は、一時若狭線を延伸させて、余るべ橋梁を迂回する路線も計画した。1944年には、陸軍が付近に監視省を設置した。この監視省に通信線を引くために電力が必要とされ、それまで、 桃館トンネルの工事のために設置された小規模な水力発電からのわずかの電力のみであったアマルベの村に霞からの送電線が引かれて戦時中にもかかわらず電化されるという副産物を生んだ。また1945年になると当時管轄していた運輸通信省大阪鉄道局から大鉄工業福知山支店に対して鉄橋を 敵の攻撃から守るための対策の検討依頼が行われた。鉄橋に迷彩を施し常緑樹を被せることで敵の目からカモフラージュするとともに、橋脚下部にコンクリートを巻きつけて補強する対策が検討された。列車通過時の振動により、コンクリートを打つ工事が難しいという問題の対策を検討している時に終戦となり、こうした対策は実施されずに終わった。 完成当時は、アマルベ駅が存在していなかったため、近隣住民は、最寄りの鎧駅まで、列車の合間を縫って、橋梁、トンネル、線路を歩いて向かっていた。特に、アマルベ村が、霞町に合併して、その一部となると、それまでアマルベにあった霞中学校の分校が、本校に統合されてしまい、アマルベの中学生は、毎日線路を歩いて通学しなければならないことに、 なった。1955年から繰り返し陳情をした結果、1959年1月に駅設置が決定された。駅までの道とプラットホームを作る材料とするため、地元の子供たちが海岸から石を運び上げる作業を手伝った。1959年4月16日に余ルベ駅が橋のすぐ西隣に開業した。当初は、 通学時間帯のみの停車で、普通列車でもほとんどは通過していた。次第に停車列車は増えていき、1978年10月のダイヤ改正で夜行列車以外の普通列車が全停車となり、1985年3月のダイヤ改正で夜行普通列車3位が廃止となったことにより、普通列車すべてが停車する駅となっている。 長年にわたり地道な保守作業が行われてきたが、老朽化の進む橋梁をこのまま利用し続けて良いのか、検討作業も行われた。現在線で補強改良する案とルート変更案を比較し、橋梁案も9種類を作って、比較検討を行った。その結果補強には1億5500万円から2億6600万円。 別船には3億8800万円から5億1800万円かかると試算されたが、1965年11月に補強することでさらに30年以上の使用に耐えるとの結論が出され、補強改良案が採用された。事故以前に撮影された、宮城。1986年12月28日13時25分頃、霞駅より、 浜坂駅へ改装中の客車列車が日本海からの最大風速約秒速33メートルの突風にあおられ客車の全車両が台車の一部を残して橋梁中央部付近より転落した転落した客車は橋梁の真下にあった水産加工工場と民家を直撃し工場が全壊民家が半壊した改装列車であったため乗客はいなかったが 工場の従業員の女性5名と列車に乗務中の車掌1名の計6名が死亡。客車内にいた日本食堂の車内販売員3名と工場の従業員3名の計6名が重傷を負った。なお、重量のある機関車が転落を免れたことと民家の住民が留守だったことで機関士と民家の住民は無事だった。しかし、事故後に 機関士の上司が自殺した。この橋梁からの列車の転落は、橋の完成以来初めての3時だった。国鉄の記録では、風による脱線は、全国で、当時16件あり、そのうち鉄橋からの転落による事故は3件あり、そのうち死傷者が発生したのは1899年10月7日に、日本鉄道や板駅の崎駅間。 放棄川橋梁からの客車の転落で20人が死亡、45人が負傷した放棄川鉄橋列車転落事故以来87年ぶりのことであった。風速秒速25メートル以上を示す警報装置が事前に2回作動していたが、1回目の警報では指令室が霞駅に問い合わせたところ、 風速秒速20メートル前後で異常なしと報告を受けたため、その時間帯に列車がなかったこともあり、様子を見ることにした。2回目の警報が作動した際には、列車に停止を指示する特殊信号機を作動させても、もう列車を止めるためには間に合わないという理由で、列車を停止させなかった。こうした理由により、強風の吹く鉄橋に列車が侵入する結果となった。 事故後、延べ344人の作業員を投入して、枕木220本とレール175メートルの取り替えを行い、事故の遺族からの運転再開要人を12月31日10時30分に取り付けて、15時9分に事故後の最初の列車が鉄橋を通過した。1987年2月9日に、松本義美市東京大学教授を委員長として、 アマルベ事故技術調査委員会が発足し、国鉄分割民営化後の1988年2月5日に調査報告書がまとめられた。調査では、橋に取り付けられていた2台の風速計のうち1台が故障しており、もう1台も精度が落ちていたことが判明した。また風速計による警報が出た後に、司令員の判断を介して列車に、 停止の指示をする仕組みであったことも問題視され、自動的に停止の指示を出せる仕組みにするべきであるとした。報告書では、当時の最大瞬間風速を35秒速45メートルと推定し、車両の転覆限界風速は約秒速32メートルであったと推定している。これらにより、車両転覆の直接の原因は、 転覆限界風速を超える欧風によるものと結論付けられた。一方、当時吹いていた風速秒速33メートルでは計算上客車が転覆することはなく、また橋の上のレールが風の向きとは逆に海側に曲がっていたことを指摘して、事故の本当の原因は客車に対する直接の風圧ではないとの主張もある。それによれば、 昭和40年代の補強工事で、縦横の合成比の考慮を欠いたまま水平方向の部材のみを強化して、バランスを崩し、また、橋脚の基礎をコンクリートで巻き立てたために、首都のタワミ量が減少して、風によるフラッター現象を起こしやすくなっていたとする。そして、当時の強風により、フラッター現象を起こしていた橋に列車が侵入した、結果、機関車が、 打行動を起こして、レールの歪みを生じ、両端の客車に比べて軽かった、中央付近の客車が脱線して、両端の客車を引きずるように転落に至ったのが、本当の事故原因であるとしている。この主張は、他の書籍などでも紹介されることがあるが、司令員の責任を追求した、刑事裁判でも、事故の調査報告書でも、一切触れられていない。 1988年5月から運行基準が見直され、風速秒速20メートル以上で、霞駅浜坂駅間の列車運行を停止し、バス代行とする要規制を強化することになった。列車を停止させなかった責任を問われた、福知山司令室の司令長及び司令員、計3名に対しては、1993年に、 禁錮2年から2年6ヶ月の執行猶予付き有罪判決が出され確定した。1988年10月23日に事故現場に慰霊碑が混流された。また、事故後の毎年12月28日には法要が営まれてきたが、2010年が25回期の節目となったことと新橋への切り替えが行われたことから同年12月28日に、 遺族会により行われた合同法要が最後となった。橋の下からの様子。落下防止の金網が見える、急橋梁が影響を及ぼした負の部分も存在した。橋梁直下の地元住民は、列車通過時の騒音のほか様々な落下物、飛来物に悩まされていた。例として、ボルトナットリベット、鉄粉などの鉄道部品、雨水、つらら、氷の塊、 雪日、ガラス空き缶、列車便所からの糞尿、さらに自殺者もおり、また降ってくる線路、鉄橋の錆が車を痛めるなどの不安や苦労を抱えたまま生活していた。鉄橋には一時期まで小物の落下防止の金網はなく、対策用の転落防止策も低かった。列車の運行に関しても、冬場に列車が鉄橋を渡る際、開いていた窓から突風が吹き込み、 閉じていた窓ガラスが内側から割れて落下する事例が何度もあったり、前述の列車転落事故や、それによる風速規制強化により、定時性が大きく低下して、鉄道輸送の不安定さが目立つようになった。橋を架け替えるにしても、その後の鉄橋について、橋脚、橋桁の残し方によって構造的な不安があること、新。 急橋梁が並列に建設された場合における風や振動による悪影響の発生、後世にわたる高額な維持管理費の負担などの可能性があると懸念された。これらの要因から地元住民の中には鉄橋を負の遺産と考える者も,もおり、橋梁直下にある浜地地海の意向としては新橋梁へのかけ替えと、 急橋梁の全面撤去を希望する意見に、傾倒していた時期もあった。地元自治体により設置された、赤別看板列車転落事故後に、風速規制が強化されたことから、運休や遅延が相次ぐようになり、その対策として、暴風策の設置が検討されたが、長期的な安全性を考慮して、掛け替え案が採用されることになった。 掛け替え後の旧橋梁の処遇については、近代土木遺産としての価値があることや、余部橋梁の融資と事故の教訓を何らかの形で、後世に伝えていくことが求められ、掛け替え前の段階から、一部を取り壊さずに残す、構想や、記念館を建設する案が出され、地元自治体などで作る、余部鉄橋利活用検討会が設けられ、議題となっていた。地元住民の中には、 急橋梁を保存することについては、否定的な見解を持つ人、観光客のモラル低下や、列車転落事故の記憶から、静かにしておいてほしいと考えている人、安全面の不安から保存に反対している人もいた。その一方で、同じ山部地区住民でも、橋梁から少し離れた場所では、昔から、ある風景がなくなるのは、寂しいと積別の声も上がっていた。 橋脚保存について、現地での望ましい残し方を4パターンに絞って様々な観点から検討された結果、兵庫県は2009年3月に余るべき寄りの3本の橋脚、桁を残すパターンを採用すると発表。さらにその部分を利用して、鉄橋展望台、空の駅として保存活用することや、地域資源の特性に応じたいつつのゾーンを設定し、 鉄橋記念施設、道の駅、自由広場、水辺公園、散策路などを整備して、余部鉄橋の物語を継承していくことや、地域活性化を図る方針を合わせて発表した。この、空の駅は、2013年5月3日から、共用開始された。空の駅に関しては、空の駅、観光資源としての側面も参照。 文鎮に加工された旧アマルベ鉄橋新橋梁に切り替えた後、旧アマルベ橋梁を保存すべきかどうかについては議論のあるところであったが、検討の結界慈悲や落下物の危険性などが少ない、アマルベ木側の橋脚3本を残す方針が決定された。これが兵庫県が主体となって整備した展望施設、アマルベ鉄橋、空の駅である。全体が残された。 橋脚三本の他に一部の橋脚を低層部だけ残す構造となった。撤去された橋脚部材の一部で分鎮が作られ、土産物屋などで販売されている。展望施設はアマルベ撤去の物語を継承する空間整備を基本方針として設計された。腐食箇所などを調査の上で必要な補修を行い、レベル2の地震動にまで耐えうる設計とした。 展望施設部分は幅3メートル、奥行き68メートルで、海側にベンチを設置し、また床板の2カ所にガラス窓を設置して、下を覗けるようにした。展望施設先端部のフェンスの向こうに、14メートルだけ旧軌道をそのまま残した部分がある。展望施設へのアプローチは、アマルべキプラットフォームの裏側に、旧橋梁時代のレールや枕木をそのまま残した。 構造である。橋脚の下部には付随する公園施設が整備されている。設計はオリエンタルコンサルタンツが2011年2月から9月にかけて実施した。工事は2012年3月から2013年4月までかけて総工費5億5000万円をかけて株本建設工業が施行した。展望施設は2013年5月3日に供用開始された。 現橋梁は2007年3月29日着工、2010年8月11日に切り替え工事が完成し、同年8月12日に開通した。総事業費は30億円。仮設位置は、旧橋梁よりも約7メートル南側で、これに伴い、余るべ駅のホーム位置が従来線路の南側にあった、ものが北側に変更された。橋梁の構造は、 プレストレストコンクリート製のエクストラドーズド形式を用いており、上部は桁上高さ5メートルの手刀から張られた、謝材が桁を吊っており、下部は、橋脚4基と、橋台2基で構成。休橋梁時代に問題視されていた部分において、高さ1.7メートルの透明アクリル製、防風壁を整備して、風速秒速30メートルまで運行可能となったことで、定時性確保。 工場を図り、コンクリート製となり、橋梁上にバラストも敷かれたため騒音も大きく軽減され、落下物に関しては20年確率での積雪量を想定した、貯雪スペースを設けた構造にして強化への落雪を防止するなどの各種対策が施されている。デザインは、直線で構成されたシンプルな、美しさ、風景に溶け込む、透明感が魅力的な部分であり、 急橋梁の印象を取り入れて、薄い橋桁にするなど、細く、直線的な印象を継承するように設計された。工事中、急橋の中に、新橋の橋脚が現れ始めた段階の、上京余部橋梁の掛け替えは1960年代に、検討され、結論として、急橋梁の補強改良案が採用されたことで、以降は保守、補強作業に止まっていた。 列車転落事故後は、風速規制を秒速25メートルから秒速20メートルに強化したことで、運休や遅延がたびたび発生し、1994年から2003年にかけての年間平均値で、列車抑止120回、運休84本、特に冬季に発生し、沿線地域の通勤、通学や経済活動に大きな影響が出ていたことから、 これらの不具合解消を目的として1991年3月に鳥取県や兵庫県をはじめとする地元自治体などで組織するアマルベ鉄橋対策協議会が設立され取り組みを開始した対策案としてバイパス新線建設が検討されたが季節駅移転や事業費が多額となる面から見送られた別案として 急橋梁への防風壁設置が1994年3月から検討され、風洞実験などから補強した防風壁は強風に対応可能であることが確認されたが、急橋梁の老朽化もあって、長期的に安全性を確実に担保することが難しいことから見送られ、JR 西日本側から地元に対して2001年11月22日に、 新橋梁の建設が提案された。2002年7月25日に開かれた、アマルベ鉄橋対策協議会の臨時総会で、地元側は掛け替え推進の方針を決定した。同年12月に、アマルベ鉄橋定時制確保のための新橋梁、検討会を設置して、大学教授、JR 西日本、鉄道総研、地元の関係者などが新橋梁に対しての、 各種案件の検討を行った。その結果として、経済性が高く運休期間が比較的短期で済む PC ラーメン協案で評価がまとめられた提言書が2003年9月1日に兵庫県知事に向けて提出された。新協量の構造設計は JR 西日本コンサルタンツが担当した。その検討の結果、PC ラーメン協で分けただかが大きくなることが、 判明し、アマルベ鉄橋対策協議会での検討も受けて、2005年3月に最終的に採用された構造形式はエクストラドーズド PC 協となった。鳥取県議会は、新大特急、出雲が2006年に廃止されたことに関連して、協力掛け替えへの資金提供をやめる可能性も表明していたが、結果的に3億2000万円の助成を行った。 総事業費、約30億円のうち、2割の6億円を JR 西日本が負担し、残りの24億円のうち鳥取県側は4.8億円、兵庫県側は19.2億円を負担した。新橋梁の京都方は S 字カーブになっている。トンネルからの直線経路には、休橋梁が存在した。新橋梁は、 PC5 景観連続エクストラドーズド、箱下田橋として設計された。新橋梁の共用までは、旧橋梁を残して、営業運転を続けるため、新橋梁の仮設位置は、レール中心面間隔で、旧橋梁よりも約7メートル南側となった。京都方にはトンネルがあり、一方、旗西方には、アマルベ駅が存在しており、これを考慮した。 平面線形が採用されている。東側では S 字にカーブする橋桁を挿入して、季節のトンネルへと接続する一方、西側では山を削って、線路を付設するスペースを確保し、これに伴い、アマルベーキホームが従来線路の南側にあったものが、北側に変更された。平面線形としては、京都方から半径300メートルの S 字カーブで、 季節橋より約7メートル南側に出て、その後は直線で、最後に半径2500メートルの右カーブがある。一方、縦断線形は水平である。設計上の活荷重は EA-17 である。株構造は橋脚4基と橋台2基で構成され、旧橋梁と同様に起点の京都側から第1号、第4号の橋脚番号が付けられている。 このうち、第1号から第3号の橋脚の太さが4メートル、第4号が3メートルである。また士官は、橋台から第1号の間が50.1メートル、第1号第2号と、第2号第3号が82.5メートル、第3号第4号が55.0メートル、第4号と橋台の間が34.1メートルとなっている。この士官の配置は、第一号と、 第2号の間を長谷川及び国道178号が通ること、季節橋梁の橋脚を避けて、新しい橋脚を建設する必要があること、上部庫張り出し仮設のバランスなどを考慮して、決定された。橋脚の高さは、第4号の33.67メートルから第1号の36.0メートルまでばらつきがあり、また地下に、 最大23.0メートルに及ぶ国を打ち込んで基礎としている。橋脚の下部3分の1ほどについては、下から見上げた時の視覚的不安を解消するために、末広がりの構造となっている。余るべ橋梁は、橋脚の高さが比較的高く、地震で損傷した時の修復工事に難があることから、特に高い耐震性を確保するように設計されている。 上部構造は高さ3.5メートルの一定高さの桁橋となっている。これはデザインコンセプトとして旧橋量の印象を継承する橋としたことから細身の衣装とするために採用されたものである。またこの構想から首都の高さも3.5メートルと低く抑える設計を当初は検討していたが地元からのよりシンボリックにするため。 手刀を高くしたいという要望があり、手刀とケーブルの保守管理性も考慮の上で5.0メートルの高さとなった。橋の上に付設する軌道は、長大スパンの PC 橋で、クリープや乾燥収縮による桁反りの変化量が大きいことから、保守性を考慮して、バラスト軌道を採用している。これにより、騒音も軽減された。また PC 橋であり、 軌道の間が空いていないことから、軌道管から吹き上げる、風の列車への影響がなくなるとともに、列車からの落下物が地上に到達することもなくなった。風対策として高さ1.7メートルの防風壁が整備されて、風速秒速30メートルまで運行可能とし、眺防を確保するため材質は透明アクリル板を用いた。アマルベ地区は降雪が多く、 橋梁にも積雪対策が必要とされたが、水による融雪方式では、地上から高さ40メートルの橋上まで水をポンプアップする設備が必要となりその保守などに手がかかることから、経済性に優れる貯雪方式が採用された。20年確率での積雪量116センチメートルを想定して、軌道秋に貯雪スペースが設けられており、 橋の下への落雪を防いでいる。また、将来的に電化される場合にも対応できる構造とされている。設計を担当した JR 西日本コンサルタンツの当時の技師長、北後幸雄は大腸がんで入院し、部下が持ってくる設計図面に病床で目を通して責任者としての署名を続けたものの、新橋梁の工事半ばの2008年6月10日に亡くなった。 新橋梁を建設するために必要な土地の買収に着手したところ、付近の土地が法務局の備え付け地図と現況が一致しなくなっている地図混乱地域であることが判明した。これは1893年、1918年、1990年の3回に、渡り地域で大きな水害があって地形が変動したことや、 復旧作業に際して元と異なる形状にしてしまったこと、法定手続きによらず土地の売買や改良工事が行われてきたことなどが原因であった。このため公共工事に際しても置きを行うことができず、現存する調道が構図に記載されていないといった事態を招いていた。そこでこの機会に集団和解による解決を図ることになり、 JR 西日本が中心となって、地権者や低等権者などとの交渉を1年7ヶ月にわたって進め、114府で合計約3万平方メートルの土地について合意の上で構図を作成し直した。特に遠隔地の低等権者との交渉に際しては、余るべ橋梁の掛け替え工事に伴うものであることを説明することで協力を得やすくなり、 橋梁の知名度の高さに助けられた格好になった。新橋の上を通過する浜風新橋の工事名は山陰線鎧、余るべ館甘るべ橋梁改築た工事で、清水建設と銭高組の特定建設共同企業体が担当した。2007年3月29日に本工事に着手、5月27日には JR 関係者、 井戸都市造兵庫県知事、周辺自治体の主張、余部鉄橋列車転落事故の遺族などが出席して、掛け替え工事の起工式が開かれた。橋脚に関する工事は、長谷川周辺の1号橋脚、国道と町道の間の2号橋脚、町道と余部駅の間の3号、4号橋脚の3つのエリアに分けて進められた。これに伴って、 長谷川には2本の工事用桟橋が設置された。2007年11月から、橋脚の基礎工事に着手した。1号から3号の橋脚は、場所打ち食いという形式で施行されたのに対して、4号の橋脚は、斜面上にあり、季節橋脚への影響が懸念されたことから、当初予定の場所打ち食い形式を取りやめて、竹割り土止め工法による、 大口径心石杖食い形式に変更された。橋脚の鉄筋の組み立ては、地上で組み立てたものを仮設する、ノップキャリー工法が採用された。海岸から近く鉄筋の腐食が懸念されることから、特に1号2号橋脚では 200mm のコンクリートのかぶりを確保する設計とされていたが、ひび割れの抑制が困難であることがわかり、PET 繊維ンを混入して、 ひび割れを抑制する対策を行った。1号橋脚と起点側橋台については、切り替え工事までの間その上で S 字の橋桁を構築し支えておく必要があることから、桁を本設置する位置より南側に仮設の橋脚と橋台を構築した。1号橋脚の仮設部分については、直径1メートルのプレストレスと高強度。 コンクリートパイルの柱を4本立てて支えている。2008年後半になると橋脚が立ち上がり、タワークレーンによる作業が本格化した。2009年春から桁の工事に入った。橋桁は移動作業車を使って、橋脚上部から両側にバランスを取りながら、張り出していく工法で施行された。季節橋梁の桁と移動作業車の離角は、 最小で30センチメートル程度しかなく、強風下でも接触することのないよう最新の注意が払われた。両側から施行されてきた橋桁の併合が完了すると移動作業車を吊り下げて解体する必要があるが、橋桁の施工中にエクストラドーズド橋の謝罪の施工が進んでいたために、橋脚の地点まで戻すことはできず、 季節橋梁の橋脚の張り出しや、下部の国道、町道などの位置を考慮して、反対側の桁まで移動してから下ろすなどの対処が必要となった。この際に、2号橋脚から1号橋脚へ向けて、施行した移動作業者は、1号橋脚側の S 字の橋桁との間のまだ平合わされていない隙間にレールを渡すなどして、反対側に乗り移っている。 主刀の高さは5メートルで1.8メートルの高さに打ち継ぎ目があり、その上にサドル課題が乗せられている。謝罪ケーブルは PC 以降より線に防錆油を塗布してポリエチレン被覆したものが使われ、橋桁の張り出し作業と並行して仮設、緊張作業が行われた。工事は天候に恵まれ順調に進んだため予定よりも工期が短縮され、 当初の観光予定より1ヶ月程度前倒して、新旧橋梁の切り替え工事が実施された。2010年7月17日から、区間運休した上で、旧橋梁の起点側を一部撤去し、新橋梁の橋桁を横移動、回転させて仮設する、橋桁移動旋回工法を実施した。これは、日本国内初の工法で移動される桁は、全長約93メートル。 重量約3800トンで、平行移動に際しては1500系の油圧ジャッキを、兄弟に1台、1号橋脚に4台設置し、4.0メートル平行移動させた。その後、1号橋脚上に、構成のストッパーを落とし込んで、回転軸として、兄弟上の油圧ジャッキの位置を、回転位置に移して、半時計回りに5.2度回転させて、所定の位置に橋桁を据えた。 8月上旬には、接続部分にて設計上発生していた隙間を、コンクリートで埋める工事、防風壁設置工事、最後に、レール敷設や電気設備工事が行われ、同年8月11日に切り替え工事が完成した。橋下帯同線開放法に関しては、世界初とされる大規模実証実験が、事前に行われた。2009年11月24日に、 清水建設技術研究所の実験旨にて、同社や JR 西日本の関係者らが参加して、新コンクリート橋の橋桁に使われている鉱材を1、10サイズで再現して、水平移動、回転、加圧など、本番さながらの条件で実施され、安全性など想定通りの結果が確認された。2010年8月12日早朝、ディーゼル機関車による、 試運転列車が最初に新橋梁を渡り、定期列車の初運行は午前6時半過ぎの始発列車で、同列車には地元住民に約120人が乗車して新橋梁を通過し、開通を祝った。同日開かれた完成記念式典では、兵庫、鳥取両県知事や地元選出国会議員、地元自治体の主張などが出席して、 列車転落事故の犠牲者に対する黙祷を行い、また橋完成の祝辞を述べた。また地元の住民により、新橋の高さと同じ41.5メートルの長さの、餅作りやくすだまわり、宝船行列などの行事が行われた。新橋の供用開始により、風速の規制値が、秒速30メートルに緩和されて、以降、2010年12月9日に、 初めて風速が秒速31.5メートルに達して運行見合わせが発生した。しかし、供用開始してからこの日までに従来の規制値である秒速20メートルを超えたのは16日あったことから掛け替えにより運行の安定化に効果があったと評価されている。新アマルベ協領は2010年度土木学会田中賞作品賞を受賞した。 この他にも、プレストレストコンクリート技術協会作品賞、日本コンクリート工学会賞作品賞、エンジニアリング功労者賞などを受けている。臨時快速、アマルベロマンゴアマルベ協梁は前述したように、土木学会近代土木遺産 A ランクとして評価、されており、観光資源としての側面も有していた。とはいえ、掛け替え決定以前はそれほど、 観光客が多いというわけではなかった。しかし2005年に掛け替えが正式決定されると観光客は急増した。上町の統計による余部橋梁の見学客数は2004年は1万3000人、2005年は8万3000人、2006年は29万人と急激に増加している。 ところが実際に掛け替え工事が始まった2007年には20万9000人と減少に転じた。こうした事情の背景には、まだ新橋の工事中であるにもかかわらず、鉄橋が、すでに撤去されたものと誤解していた人が多かったためと推測されている。余部橋梁を見学に来る人は、鉄道ファン、ドライブツーリング客、ツアー客の3つに大きく分類される。 鉄道ファンは、アマルベ橋梁そのものが、目的地となっており、広く、全国から来訪する他アマルベで宿泊をすることも、あり、地元に落とす金が大きいが、掛け替え完了後の動向が不明確である。ドライブツーリング客は特に強い目的があって、訪れたわけではないが、掛け替え後も、周辺の観光資源の開発次第では、来訪が望めると分析されている。ツアー客は、 他の目的地へ向かう途中で立ち寄るという程度であり、滞在時間も写真を撮る程度の長さである。当初から主たる目的地ではないこともあり、余部道路の開通などもあって、今後の見通しはやはり不明確である。地元では、鉄橋を目当てに訪れていた観光客が掛け替え後に減少することに危機感を抱いている。そこで、兵庫県と地元では、 アマルベ鉄橋利活用検討会を作って、掛け替え後に、旧橋梁を、どのように活かすかについての検討を行ってきた。その結果、旧橋梁のうち西川の橋脚と橋桁の一部を、残して、アマルベ鉄橋、空の駅と称する展望台とし、また、道の駅アマルベを建設して、アマルベ橋梁の記念施設とする方向となった。さらに地元の住民も、 自主的に、明日のアマルベを作る会を結成して、掛け替え後のアマルベ地区の観光振興について、検討を重ね、空の駅、道の駅といったハードの整備に合わせて、周辺の地形を活用したウォーキング会を開催したり、道の駅で販売する、特産品の開発を行ったりという取り組みが進められている。1911年、鉄道商家に習って作成された、 三陰鉄道昇歌では、十一番から十二番にかけて、以下のように歌っている。十一、西へ向けば、天部の大鉄橋にかかるなり十二、山より山に駆け渡すみ空の二次か三か百、夕余り座しの中空に雲を貫く鉄の橋、三陰鉄道昇歌ありがとうございます。